32分になりました。日本放送の制作でお送りしていますアッコのいい加減に旋回。ここで番組からのお知らせです。来週24日のいい加減に旋回はこんな内容でお送りいたします。篠原真一見参、なにわの女番長 VS 柔道金メダリスト黒帯トーク選手権。柔らのいちちかからは先週「進撃の巨人」のテーマソングを流しましたところ、はい、マーコさんからクレームがありましたので、そしたらさ、はい、まあ、こう柔道一直線でもいいんですけど、あの美空ひばりさんの「やわら」ってあるじゃないですか。昭和40年代のドラマ。私ね、この桜井健一君のは、はい、さっきのあのさんまの話じゃないけど、やっぱりやってたんですよ柔道一直線で。当時で私その時から面白いよ、このありえないっていうのが、技の数々が、いや技はもうそう、エビリターンとかなんかあんねんけど、ピアノを足で弾くんですよ、立って。それを思い出したから、はいはいはい、本当に、はい、いや、あの、そうしありましたね。そうなんです。まあまあ、そういうドラマもありましたが、はい、もうリアルな柔道家の対決ですから、はい、来週のいい加減に旋回は、はい。柔道家でタレントの今やもう本当に見ない日ないですね。本当にね、いろんな番組出てらっしゃるもんね。はい、篠原真一さん、スタジオ生出演です。はい、ですから、大阪みなみの実践柔道の達人アッコさんと、はい、シドニーオリンピックの銀メダリストの篠原さんがまさにラジオという道場でトークで対決と。うまいことくくってるけどどうなるかわからないの正直一回ね、おまかせに出ていただいたんですよ。でも割と緊張されてたから。あ、そうですか、珍しいですね、うんうん、やっぱ初めて会うと私は緊張するみたい。あ、皆さん、さあどんな感じで篠原さんが来週登場されるのかご期待ください、うん、もう今でこそタレントのイメージも強いですけれど、はい、実はですね、産業廃棄物処理会社の専務という肩書きをお持ちで。あ、そうなんですか、はい、でプライベートは4人のお子さんの良きパパですね、はい、で来週はそんなプライベートのお話から、ブレイクのきっかけとなったのがいわゆる中居正広さんとのなんか番組らしいんです。あ、そうなの、はい、中居さんとの出会い、ちなみに2人はまあ同世代42歳ということで、うんうん、まあ、そんな篠原真一さんのいろんなお話が来週聞けるのではないかと思います。楽しみですね、はいはい、篠原真一さんスタジオ生出演、来週24日土曜日のこの番組アッコのいい加減に旋回、どうぞお楽しみに。さあ、お知らせの後は桃色クローバー Z の皆さんが登場です。はい。